本日はゴールデンウィークということで、ニャンコ実況もちょっと得です。今日キャラが多数参戦、話題のビックリマンコラボガチャ。今日はビックリマンコラボガチャ、怒涛の100連チャー。あ、来ました。失礼しました。星、ここでスーパーデビュー初ゲット。はい、覚醒もスーパーデビュー。まあまあ、まだ残り50連もあるし。そして覚醒前に超激レア2体目。残念、スーパーデビューさんあんたですぎ。残念、お次で確定枠。頼む、超激レアコンプって、またお前かー。やばい、超激レア確定ガチャこんなに回しているのに。100連ね、まさかの伝説どころか超激レアコンプもできないかもというピンチ。あ、一発目から来たけど君じゃない、来てほしいのは。だからまたお前かー。はい、最後はまさかの6体目のスーパーデビューちゃんですね。さすがに超激レアコンプもできないのは予想外。悔し紛れでもう10連やった結果。またお前かー。はい、確定前にスーパーデビューちゃん7体目を引き。そーん。はい、スーパーデビューに愛された男。怒涛の8体ゲットでプラスがこんなことに。もうやだ帰る。それじゃ今日はここで終了。ぐ、今見てもっさん。ということでビックリマンコラボ終了直前に、ゆきちさん1枚と引っ換えに最後の悪あがき30連。まあさすがに伝説レアは出ないかもだけど、せめてヘラクライストで超激レアコンプはしたい。覚醒含め110連も引いてゼロ。デビルちゃんはあんなに出たのに。そしてもちろん大本命はこちら。コラボ初、最強クラスの伝説キャラ。遠方攻撃で属性を持たない敵に極ダメージ。こんなん強いに決まってる。それじゃあリベンジ30連。さあミラクルは起こるか？3連続レアからの。嘘呪いだ。これは完全にスーパーデビルの呪いだ。そしてちょっとオカマ主に似ている。大量発生の原因はこれか？それじゃあそろそろ残り、引いていきます。もうここまで来たら確定枠もデビルちゃん期待。はい、お次で確定前ラスト。残念、伝説チャレンジはおしまい。そして確定枠、空気読まずにフェニックスさんか。さあ、切り替えて20連目。ちなみにデビルさん、もう1体出れば10体目に。もうどうせなら10体目欲しいわ。それにしてもやはり、伝説ちゃんはそう簡単には来ないか。見事なレア祭り。これは、確定枠だけっぽいな。はい、これで10体目、確定前ラストからの。マジか？マジで10体目来たー。そしてヘラクライストは未だにゼロ。いやいや、マジで偏りすぎじゃないっすか？まさか、5万以上課金して超激レアすらコンプできないっき。さあこれで本当にラストの10連。頼む、もう伝説レア恋とか贅沢言わないので、せめてヘラクライストちゃんを。そのせめてもの希望も、どんどん消えていっております。これはもう最後の確定枠にかけるしか。はい、お次運命の確定枠。終わった、終わった。はい、ということでデビルちゃんがこんなことに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。